うもこんにちは、しゅんじです。今日は冒険大陸アニアキングダムビッグアニア2種類新しいのが出ました。恐竜はアンキロサウルスゴッツ、動物の方はゴリラのシルバで、背中にレバーがあって押すとドラミングするんだけど、めちゃめちゃ激しい動きでかっこよかったんで、ぜひ動画最後まで見ていってくださいね。恐竜アンキロサウルスゴッツから見ていきます。で、くるっと回して、後ろにはですね、これ説明が書いてあって、特殊能力、硬い皮膚、尻尾のコンボ、背中は頑丈だけど、お腹が弱点、見えない足元に入られると慌てちゃうって書いてあって、グラフはこんな感じ。攻撃4、防御6、戦略1、特殊能力4、素早さ2となってて、まあ、戦略が1ということでね、まあそんなに賢くはないんですが、まあなんかちょっとこう、憎めないキャラクターですよね。ちょっと可愛らしいね、あのキャラとなってますよね。アニキン TV、 尻尾のコンボは最強の武器、振り回して相手を攻撃するぞ、狭い場所は動きづらいから苦手なんだぜって書いてます。遊び方は尻尾がね振り回せるようになってて、あと足が動いて頭口が、開閉するようになってますね。ではカットして取り出します。白亜紀後期の北アメリカに生息しました鎧竜アンキロサウルス、アニアキングダムではね、ちょっとこう抜けたところがあるねキャラクターゴッツなんですが、全長が約15センチで、通常アニアのフィギュアとですね、はい、サイズ見比べるとこんな感じとなってて、ビッグアニアはかなり大きなサイズになってます。で、体の色とかはね、もうあの同じですよ。ちょっとこうね、薄いところとか濃いところはあるけど、まあ、あの小さいサイズのこのアニアともう同じ色になってますよね。色ね、下の方がクリームカラーで、体横にはこの紫のラインが入ったような感じになってて、あとベースが赤で、突起部分はこう白なんだけど、ちょっとうっすらこうピンク色がかかったようなね、まあ、そんな感じになってて、ね、カラフルな色ですね。アンキロサウルスの全長は10メートルで、体重が6から8トンあったようですね。特徴はこの硬いこの皮膚ですよね。鎧のような体になってて、で、小さいね、トゲが生えてるんだけど、ここはこう白にちょっとうっすら ピンク色がかかったような色になってて、綺麗ですね。で、背中にレバーがあって、ここを押すと、これね、尻尾が上にこうね、持ち上がるようになってて、尻尾ね、こう左右に触れるのかなって思ってたら、動かないんですよ。だから、動かすときは持って、どうしたらいいんだろう？こうやって振る？こうやって振るしかないのかな？いや、それしかないよね。尻尾のね、先端は、こう、塊、骨の塊になってて、棍棒状になっててね、ここをブンブン、こうね、ああ、振ってないね。こう振って、そう、敵にこう、アタックして、まあ、攻撃してたようで、この先端、こう、柄が入ってて、めっちゃ可愛いんですよ。レバーを押すと、こう、ブンブンね、横に振るのかなって思ってた方もね、結構いると思うんだけど、上下のみの動きなんですよ。これがちょっと意外でしたね。もう振りたい時は、こう、押してから、まあ、こうやって振る、もそのまま振るっていうね、まあ、こんな感じとなってますね。ちょっと遊びにくいかな、これ。体横のこのね、紫のラインが、めちゃめちゃかっこいいですよね。で、こう短いんだけど、がっちりとした足ね。こうムキムキっとなっててね、迫力ある。で、前後の足、まあ、こんな感じで、動かすことができるようになってますね。反対側も同じように、こんな感じで動かせると。下から見ると、こんな感じです。あ、すごいね、ざらついた感じ。まあ、この辺のね、造形なんかよくできてて、そう、頭もね、ゴツゴツした感じになってて、4本の、これね、角が生えてますね。で、目が赤カラー。で、こう真ん中ちょっとこうね、白くなってて、不気味な感じになってるね。で、口が、はい、こうやって開閉するようになってると。わあ、すごいね。口の中、舌があって、あと歯はない。アンキロサウルスは口の中に、小さい歯がね、60個以上あったようなんだけど、その歯はね、ないですね。で、あと、頭が稼働するようになってます。こんな感じで、くるんとこうね、少しだけだけど、回せるようになってますね。ビッグアニア、恐竜群ね、結構出てて、初めにご紹介したのがこちら。ティラノサウルスのダークフレーム。
かっこいいよね。こう頭のところに傷があって、やっぱこう黒ベースの赤がね、ティラノサウルスはよく似合ってる。で、こう尻尾、あと足とかね、まあ、稼働するようになってて、このレバーを押すと、口が開閉するようになってて、で、左目はね、こうね、あの、ワンピースのゾロみたいな感じで、こう目のところね、怪我してるんだけど、これがまた、かっこいい。でもちょっと見方によると泣いてるような表情にも見えてね、かわいいっすよね。で、これね、口開けた時にサウンド鳴るの。なんか今後ね、ちょっとね、出てほしいな。で、恐竜なんだけど、まあ、恐竜群ではないよね。動物の方に行ってるから、ちょっと恐竜群ではないんだけど、トリケラトプスの鳥、大きなフリルのところがね、綺麗な柄が入ってて、めちゃめちゃ素敵な感じに仕上がってましたよね。で、特徴的なこの3本の角に、がっちりとした体、背中にレバーがあって押すと頭が上下に動くようになってました。最後ね、翼竜のプテイラ、ビッグサイズのプテラノドンですよ。で、翼のところのこの柄が煉獄さんが羽織ってるね、あの炎のようなこの柄とね、同じような感じになってて、めちゃめちゃ似合ってる。あの、プテラノドンにこの柄がここまで似合うのかっていう感じでね、いいよね。で、背中のレバーを押すと、バサバサね、こう翼を上下に動かして、こう飛んでるかのような動きになって、めっちゃかっこいい。ビッグアニア、恐竜群がね、結構ね、いっぱい出てますね。次はね、ゴリラのシルバーを見ていきます。いや、これ、もう、これ箱にセットされた状態でも、すごい迫力ですね。で、くるっと回して、箱後ろ、レバーのところ、こうね、動かせるようになってて、もう動かしてと言わんばかりの穴があるんで、ここ持ってね、動かすこと、できますよ。できます。シルバー特殊能力が、ピカイチの頭脳と冷静さ。仲間を思いやる強い責任感を持つが、熱い気持ちが出すぎてやりすぎちゃうことも。アニキン TV、 ゴリラはリーダーだけ背中が銀色になる。マッチョだけど甘いスイーツには目がないんだ。リアリーって書いてますね。グラフ、攻撃4、防御2、戦略5、特殊能力1、素早さが2と、まあ、かなり偏ったグラフになってるんだけど、まあ、攻撃力が高くて、あと賢さはあるけど、防御力にスピードがちょっと低いのがね、ここが、もう少し数値ね、高かったらよかったんですけどね。遊び方、頭が動くようになってて、腕と腰が動きます。あとね、ドラミングするんで、これがやっぱ皆さん楽しみじゃないですか。カットして取り出します。ゴリラのシルバー取り出せました。高さが約16センチで、恐竜ダークフレームを横に並べるとね、まあ、こんな感じのサイズ感となってて、シルバーやっぱ高さありますね。通常のアニアのシルバーのフィギュアをね、横に並べると、はい、こんな感じのサイズ感です。ゴリラ2種類あって、西ゴリラと東ゴリラがあって、国内で見られるのは西ゴリラのようですね。で、あとオスとメスでも大きさがなんか違うようで、オスは身長だいたいね170センチ、体重が200キロで、メスの方はね少し小さくて135センチの体重はね約ね100キロとなってるんで、ね、半分ぐらいの重さとなってるようですね。両腕を広げたこのポーズ。すごい迫力ですね。で、ゴリラが歩くときに、これ、腕をこう下にして、拳をね、下につけて歩く、四足歩行で歩くポーズあるじゃないですか。あれね、ナックルウォークっていう名前があるみたいですね。で、足はね、太い。ね、すごいムキムキのね、足になってて、すごいね、これ。あと、ちょっとこう腰をね、落としてるかのような、こう、ポーズになってて、で、背中にはこの柄、炎のようなこのね、柄が入っててね、かっこいいね。で、ここレバーがあって動かせます。後でやりますね。で、背中だけじゃなくて、シルバーは腕にも柄が入ってますね。まあ、この柄はフィギュアのサイズによってはちょっとね、違ったりしますよね。はい。で、ふさふさの体。ゴリラはね、ギリシャ語で、毛深い部族っていう意味があるみたいで、確かにね、こう毛がね、たくさん生えてますもんね。で、指の造形とかもね、めちゃめちゃよくできてるよ、これ。はい。まあ、こんな感じで。で、腕が稼働して、あと、ここね、肘の部分も動かせるようになってて、で、腰が、
はい、まあこんな感じで動くようになって、いやなんか可愛いねこの動きだけ見ると。はい、まあこんな感じで動かせるようになってますね。いや胸筋やばくないこれ。ムキってなってるね。で顔表情すごいよ、もうめっちゃ叫んでるような表情になってて迫力あるね。で頭もこうやってね動かすことができるようになってますね。ではこの背中のレバー動かしますね。動かすと、胸を叩くドラミングするようになってます。いやこれはすごいよね。こう胸のところに手が当たると音鳴るようにしてほしいな。いやこれ本当にね動きすごくないですか、この滑らかなこの動き、ドラミングしてる動きね。でまたこの表情もいいもんね。ゴリラはこうドラミングして、まああの威嚇するっていうことでね、こう自分は強いぞってこうアピールするみたいだけど、いやこれ怖いわこの顔。今まで出たビッグアニアの中でこの動きが一番かっこいいですね。ビッグアニアの動物は前にね、こちら百獣の王ライオンのレオニーが出てたんで、今回のでやっと2種類ですね。恐竜がね4種類なんで、ちょっと動物がね少ないんでまだ情報出てないんだけど、今後ねあのいろいろ出てきそうな気がしますね。冒険大陸アニアキングダムの新しいビッグアニア2種類、ゴッツにシルバーを見たんですが、シルバーのドラミングの動きがねすっごい迫力ありました。でゴッツの方はね尻尾ブンブンする動きいいんだけど、ちょっとこう横の動きがないのがね、自分で体を動かさないとダメなんで、そこがねちょっとねうんって感じだったけど、まあでもね形自体はこうしっかりとした形でねかっこよかったですね。次のねビッグアニアの発売予定何も出て、情報出てないから出るのかもわかんないんだけど、動物はねまだね2種類しかないから、多分もう1体ぐらいなんか出そうな気がするんだけどね。恐竜はねまあ僕できればあのモササウルスかあのスピノサウルスね、スピン出てほしいですね。はい、ということで今回はこの辺で。動画最後まで見てくださりありがとうございます。よろしかったらコメント、そして高評価ボタンの方もよろしくお願いします。じゃあまたね、バイバーイ。